はい、こんにちは。札幌占い美容師さん山頭のことです。今日も、リアルなサロンワークをちょっと見せていきたいなと思います。今日モデルさんの山崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あんなかしこまってますね。はいそう、山崎さんは普段札幌で、DJ をやっている方で、髪の色見ていただくと分かるんですけど、もうすでにベースができているっていう非常にありがたい状態ですね。多分ブリーチも何回もされているので、まあ今日はこの状態にカラートリートメントをちょっと被していこうかなって思ってます。まあ、結構ランダムな感じに、結構派手に仕上がるのかなって感じがします。これ知ってますかね、皆さん。ちょっとこれ破っちゃったんですけど、あのロンドンのやつよく目にしますよね。まあマニパニみたいなもんですけど、まあヘアカラーリンスって書いてますけどね。こちらのちょっと箱が、今日使うのはまずシルバーをまず薄めでつく、シルバーをベースで使って、で、まあちょっとブルー難しいかもしれないですけど、まあ、ブルー入れてみましょう。で、耳下にブルー入れて、でこう外羽にした時にこう2色出るように、表面に、赤、表面に赤系をちょっといきたいなと思います。で赤系のところはモデルさんがちょっとグラがいいって言ったので、赤 と、シルバーを 1対1でちょっと、1対1じゃない、シルバー2の赤1ぐらいで混ぜたやつを中間から塗って、毛先は赤にしていくぐらいにちょっと表面はしたいと思います。はい、まあよく分かんないと思うんでやります。外羽にした時にブルーここもあった方がいいから、減らす時の方がいい。ブルー土産ぐらい欲しい。はい、はい、じゃあ、もみあげを入れます。で、止めておいて、紋の雲ですね、そこのところをまず、上と下の段で、まあ、耳周りちょっとね、ここ耳の形と同じラウンドさせていった方が、どうしてもまっすぐに取ると耳上のところ薄くなっちゃうので、ちょっとラウンドさせてます。はい、でこのような感じにベース作ったので、まずブルーいきます。そのままブルー塗っていっちゃいますね。やりますよ。いや、明日東京行くからちょっと、すごいよね、いろんな仕事をちょっと山崎さんしてるからさ。そうですね、自由な色できるって。DJ の依頼はこちらまで。依頼はない。十分もう制覇してるからさ。依頼ないでしょ。なんかやりたいことあるの今後。例えば全国各所で。フェス？ああ、もうやりたいですし、クラブとかバーとか。何の音楽？音楽は何系が？何でもやります。好きな、普段流してるやつ、どういうやつ？普段。はでもそのイベントにだから合わせますね。あ、なるほど。そっか、じゃあそのイベントの、ごめんね、ちょっと言っちゃいました。全然全然。そのイベントのがハウスだったハウスを流すと。あ、そうですそうですそうです。なるほど。なんかハードコアとか系だったらハッピーハードコアとか流したり、が好きなの流していいよって言われた時は、もう久しぶりにじゃあトランスやろうかなとか、ユーロビートやろうかなとか。あ、でも EDM ですよね。最近 EDM 多いよね。はい、ちょっと EDM 反対派ではないんですけど、EDM なんかもうちょっと多いですよね。そうですね。でも音楽なんでも好きなんで、はい、今年もライジングさんとか行こうと思ってますし。ライジングさん出れば？いや、出れないですよ。出れないですよ。ライジングさん出ないの？出れないですね。出たいですよね。出たいですね。ステージ立ちたいでしょ。立ちたいです。え、ガールズバンドやれば。いや、その今年とかじゃなくて本当に。
まあとりあえず2回目で、まあ Facebook はちょっと気にしないでおいて、はい、でこんな感じに終わりました。はい、でカラーが、で今回のポイントとしてはこの下にブルーを入れました。ちょっとかなりブルー入ってますよね。でブルー入れて、でその表面に毛先にピンクなんですけど、こっちの方からグラデシルバーのグラデーションで徐々に赤くしていって毛先赤にして、外羽スタイルにした時にブルーと赤のコントラストが毛先出るような感じにしてます。とりあえずちょっと乾かしてみようかなと思うんで、結構きっちりやった方がいいんですよね。やった方が綺麗に編み目ができるから、はい、私はきちっと。ほうほうほう。あと短いから前髪が。ああそうだね、前髪短いからやっぱりどうしてもほっとくときにほっとけないぐらいの長さになっちゃうんですね。そうですね。はい。今日動画ね、最後まで見ていただいていつもありがとうございます。シェアとかいいねしていただけたらありがたいと思います。あとモデルさんの、イベントとかね、そういう情報とか見れるかもしれないので、モデルさんのインスタグラムかなのちょっと載せとくので検索していただけたらいいかなと思います。なんか DJ 情報だったりとか、あのいろんなイベント情報、いろんな仕事とかモデルだったりとか、モデル業だったりとか、あと、いろいろな、プログラミングみたいな感じとかしてる、はい、なので、インスタとか登録していただけたらいいかなと思いますので、下のところに載っけときますので、お願いいたします。今日も一日、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、またあの早山かしの動画見てくださいね。よろしくお願いします。はい、ではまたお願いします。どうも。